もし孫でもできたら、これもありかなと思うんですが、さあ、デッケンは、8番の選手が平島選手ですね。平島選手は、東京都の選手、マシンが CB1300、それからその後ろを走りますのは沼崎選手、ゼッケン7番をつけている選手ですね。この選手は東京都の選手、コメントは頑張りますというコメントですね。それからゼッケン6番をつけている内藤選手、先ほどスタートしていきましたが、この選手は東京都の選手ですね。コメントは頑張りますというところですね。ゼッケン8番、ただいまのタイム1分47秒3。はい、ロープラス、ゼッケン57番から、ゼッケン、40番まで、ゼッケン57番から40番まで、ウォーミングアップを開始してください。さあ、続きましてスタートしていきましたのはゼッケン5番をつけてました高橋選手、スタートしてきました。高橋選手、スタートしてきました。この選手は埼玉県の選手です。VTR 250で、走ってますね。筑波の路面は恐ろしいです克服できるといいなというコメントを載ってますね。はい、続きましてスタートしてきましたが、ゼッケン4番をつけてます。ソランタ選手、スタートしてきました。この選手は、東京都の選手、おっと、ここですよ、ゼッケン6番は、内藤選手かな。内藤選手が、転んでしまって再スタートを図るべく、マシンに乗り込んでいきます。さあ、再スタートを図れた模様です。ゼッケン6番、内藤選手、再スタートを図って、ゴールに向かっております。さあ、ゼッケン4番はトラウザ選手、東京都の選手ですね。上位目指す、頑張りますというコメントを残してますが、ゼッケン6番、ただいまのタイム2分3秒4。